の一隻ホルテン交渉で建造され、1939年1月24日に浸水。1939年に収益した。1940年4月8日、リレサンド沖でベルゲンへ向かっていたドイツの輸送船リオデジャネイロがポーランド潜水艦オジェウにより撃沈された。調査のために派遣されリオデジャネイロ沈没後に、 現場に到着したオーディンは救助活動に加わり、それから負傷者17人と遺体18体を乗せてクリスチャンさんへ向かった。翌朝、オーディンは進行してきたドイツ軍に対するクリスチャンさん防衛戦に参加した。ドイツ海軍部隊とアダーイア要塞との間で戦闘が始まるとオーディンはトプダルスフヨードへ向かいドイツ軍の爆撃機を攻撃した。 継続的な回避運動のおかげで、投下された爆弾がオーディンに命中することはなかった。攻撃してきた敵機に対し何発かの命中弾が記録されているが、撃墜できたものはなかった。7時30分頃、1機の総発機がクリスチャン参考で抑留されていたドイツ潜水艦 U-21 を攻撃した。オーディンはその航空機に対して発砲したが、それが、 イギリス軍のハドソ損傷回帰であると判明しただけであった。この時もオーディンは目標を撃墜はできなかった。十時、イギリス軍とフランス軍は攻撃してはならないとの命令がクリスチャンさんの司令官に届いた。この命令は侵入してくる軍艦の旗がどの国もものかはっきりしなかったことと合わせて10時30分に ドイツ軍が三度目の試みで抵抗を受けずに校内に入ることができたという結果を招いた。オーディンは駆逐艦ギ入れるなどとともにマルビカ海軍基地でドイツ軍に捕獲された。ドイツ軍によるクリスチャン参戦領後4月11日にオーディンはドイツ海軍の手に渡った。そしてパンターの名で4月20日に収益した。なお収益前に一部改装が行われた。 収益後は、スカゲラク海峡やカテガット海峡で護衛艦や練習艦として運用された。1942年1月からは、ゴーテンハーフェンで巨雷海収艦として用いられた。第二次世界大戦後パンターは、ノルウェーのホルメストランドで発見され、1945年5月にノルウェー海軍に返還された。3年間駆逐艦オーディンとして過ごした後、 1948年にフリゲートに改装された。オーディンは1959年に退役し、スクラップとして売却された。ありがとうございます。